ということで、私の与えられている持ち時間は40分です。ですから40分の範囲内でお話したいと思います。今衆議院ではこの法案をめぐって修正協議が行われていますね。ご存じの通り、それは主に自民公明と、つまり与党2党と、それから維新の会が修正協議をしているわけです。維新の会にしては珍しく非常にハードルの高い修正要求を出していますね。直接維新の人から聞いたわけじゃないけど、新聞報道によれば、まず秘密の対象は防衛秘密に限定すべきである。後ほど言いますけど、秘密の範囲は 4つの範囲にわたるんですね。それを防衛秘密に限定しなさいということです。それからその省庁、今は原案は全ての省庁が秘密指定できるということになってんだけども、この維新の案は3つぐらいの省庁に限定すべきである、それがやっちゃいかんというのが2つ目で、もう1つは秘密の期間は30年に限定すべきである、30年経ったら廃棄してはダメだという公開を前提にした要求をしてるんです。そうするとこれはですね、なかなか飲めないっていうのが与党側らしいんですね。そうすると果たして修正がまとまることは多分ないでしょう。とすれば自公が多数という形で強行採決するかどうかということにかかっていると思います。しかし私はですね、昨日高校の同窓生でアマチュアの囲碁十段という人がいるんです。その彼が5回所やってまして、私もその会員で昨日会ったんです。結構右寄りの人もいるし左寄りの人もいます。ところがそこで昨日の話で一致したのは、特定秘密保護法案はこんないらないよということで一致したんです。つまりね、これはどういうことかっていうと、今の国民の圧倒的多数はこんな法律はいらないんじゃないかという思いが徐々に強くなってきてんじゃないかなと私は思います。新聞記者なものですから、特に報道、おそらく呼ばれたのは多分報道の関係のこととか、についてということだと思うので、まあ、それになるべく即す形でお話しできればと思います。実は、この秘密保全法制というか、今特定秘密保護法案という形になりましたけれども、これを個人的に振り返ると取り上げたのがもう2年くらい前です。でそれはまだ民主党政権下でこの有識者会議が始まって動き出した時に取り上げたんですけれども、まさかここまで一気に政権交代がそのあったというのもあるんですが、現実のものとして迫ってくるという認識は当時はありませんでした。とりあえずやっとかなきゃ、まあやっとけばいいんじゃないかぐらいの、そういうふうなどちらかといえばですね、とりあえずまあ一回取り上げておくけども、多分現実の話や法案としてなんか上がってこないだろうぐらいな感覚でした。で、その後まあ部の仲間たちと何度も、まあ、今日に今朝も取り上げてますけれども、いろいろ多方面から扱ってきましたけれども、その中で、ちょっと今パッと振り返って記憶に残る話を、何点かお話しします。一つ目はですね、この有識者会議っていうのは確か6回ぐらいやってたと思うんですけど、今手元に資料がないのでごめんなさい、間違えてたら後で直させていただきますけども、とにかく最後にですね、その有識者会議の報告書、これを叩き台にして、これを一応提出した上でですね、それを叩き台にしてことの順番としては法案を作るんですけれども、これですね。